はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、ドラゴンクエストモンスターズフェリーのワンダーランド SP の実況してみようと思います。なんか、この方から僕は触れる。まあいいや、とりあえずじゃあ始めからでいきます。はい、このゲームね、ちょうどね、小学生ぐらいの頃にゲームボーイで出たのかな、一番最初は。で、まあいろいろリメイクはされてるんだけど、まあ今回ちょっとアプリでできるみたいなんでやってみようと思いますということで、主人公のテリーと、まあ、姉のミレイユはドラクエ6のキャラクターなんだよね。で、俺が初めて買ったドラクエもドラクエ6だったから、この辺は結構思い出深いところというか、当然モンスターズもゲームボーイの頃にやってて、うん、結構ね、まあ、ちょっと話とかはね知ってたりするんで、このね、テリーとミレイユがいる部屋もね、なんかね、ゲームボーイでやってる時はね、もうちょっとシンプルな家でね、なんか出入り口がタンスしかないんじゃないかみたいな感じの部屋だったりしてたんですけど、まあ今見た時はちょっとちらっとドアが見えてたんで、ちょっと歩き回れないみたいなんですけど、まあ普通の部屋、普通の家みたいですね、このバージョンではというか。で、まあ、こうして2人で留守番をしていると、まあ、ドラえもんがというか、ドラえもんのように、お、歩き回れて調べられるようになった。ん？あ、こうやんのか。あ、外出らんないんだここは探索か。お、日記。ほう、足音がちゃんと変わるんだ。ほい、まだ文字が読めないと。ほい、じゃあタンス調べましょう。すると、まあ中からワルボーが出てくると。ん？出てこない。あ、出てきた出てきた。おお、なんかワルボーの曲だな。マルタの曲って言った方がいいのかな。まあワルボーの曲だよな。イルルカとかもやったことあるから、一応なんて言うんだろう、こっちの国でのお話とかもあるんですよね、モンスターズはシリーズ的には。で、まあ今ちょっと姉がさらわれるとこですね。閉じ込められたへえ。で、まあミレイユが連れて行かれてしまうと。まあこの辺は流れは把握しているんで、ちょっとテンポよく行きましょうという感じですね。まあこの後ちょっと色違いのワタボーっていう、まあ名前的にはワルボーより先にワタボーを決めたんでしょうけど、出てきて、まあワタワタと言ってるけど、ワタワタ言ってるの最初の頃だけだったんじゃないかな。まあ出してくれてるのか。ほいと、消したで、魔物の言葉がわかると。文字は読めないのに魔物の言葉がわかるのか、さすがだなで、まあ姉さんを探すためにワタボーについていくと。で、まあワタボー、ワルボーは異世界から、まあ、モンスターマスター、腕のいいモンスターマスターを集めようとしてるというか、探してくるみたいな感じで、で、まあモンスターマスターの大会みたいなのがあって優勝しましょうみたいな、そんなストーリーですね。さあ、で、まあここが配合とかで使う、まあなんか卵が飼えるとこですよね。なんて言うんだろう、
星降りの祠か、うん、でじいさんが迎えに来ると、で綿棒に連れられてやってきたと。でこれが大樹の国ですね。他にこっちに行ったりすると、ん、これは通れないパターンだな。コンタクトでも落としたか。で、あー違う違う、ちょっと待って、まあおとなしく城に入っていくべきなんだろうけど、ん、誰かいる。あ、ここは大樹の国だよと。はいはい。ちょっと慣れないと歩くの難しいなこれ。ほい。ここから先は王様の許しをもらったものしか。はいはい。まあそうだよね。こっちもダメと。よし、じゃあ行きますか。うん、大臣ね、新たなマスターと。で、王様がお困りだから来いと。もうなんかこの辺すごいな、この辺すごいなぁ。だけど奪われるか。あ、これどっちのびっくり触ってもいいんだ。へえ。といった感じで、まあ、王様のもとへ行って。あ、ツッコミピエロだ。まあ、大樹の国の王子だと。で、その他の名は何というってことで、漢字でもいいのか。そしたらね、あっと。麻雀のジャンに囲碁の碁で、まあ、好きなゲームから一文字ずつ取って、ジャンゴと申しますということで、よろしくお願いします。はい。で、早速ですが、わしの願いを聞いてくれと。で、名受けのマスターたちによる戦いの祭典は星降りの夜の大会で優勝してほしいと。で、まあ、大樹の方にさらわれた姉が、大樹じゃない。丸太か。丸太の方でワルゴにさらわれたミレイユは、ミレイユで向こうの国で、星降りの大会に出ると。いうわけで、まあ、ここで、まあ、決勝で会おうと。まあそんな流れになるんですよね、その後々はね。まあちょっとね、その辺の話はしちゃってるんだけど、でここの先がなんかメダル王の
メダルの小さなメダル集めてたりする方にこっそり繋がってるんだけど、いけないよね。で、王様に話して、まあ牧場主のプリオに会ってこいと。で、このピエロがツッコミを入れると。懐かしいね。で、今年は開催国だから頑張ると。ほいほいほい。壺ある。ここにもピエロがあるな。まあ、勝てばみんな喜ぶと。ほいほい。なんで部屋にあった方が読めないのにこっちの方を読めてる。